はい、こんにちは。今回はね、浅草林ビールです。で、これは1941年の創業以来、洋風の浅町浅草で変わらない美味しさとできた。まさにローデートの味わいということで、ローストした牛肉と香り野菜にトマトとワインを加え、じっくり煮込んだ伝統のドミグラスソースのコク深い一皿というわけですね。で、こういうふうに。浅草の難しいですね。では、あ、結構だね。良い味わいで、甘い香りの部位の味わいの、本格的な、ハヤシライスという感じで、結構いい味ですね。で、味わいで、なかなかのブイヨンと、このハヤシライスの独特のドミグラスソースの深い味わいっていうのは確かにいいですね。なんか優しめな味で、入れて甘い、ちょっとしたワインの香りっていうか味っていうか、まあそういうところがいいなと。これは確かに昔から愛されて人気が出るだろうなっていう感じです。どうもありがとうございました。